会を開いていきたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。私は司会をします、北区に住んでいます樋口と言います。よろしくお願いいたします。何人かの方にスピーチをお願いしています。はじめに北区にお住まいの田中一郎さんからお願いいたします。皆さんこんにちは。今日の夕方ぐらいから雨が来そうなんですけど、まあ、幸いにしてお天気持ちそうなの で私からですね、5分間で、福島原発の汚染水のお話をします。時間が5分ですので、まあ、早口言葉競争会みたいになりますので、このですね、福島原発事故と汚染水とかいう紙がですね、お手元のプログラムなんか入ってると思いますので、これをご覧いただいた方が分かっていただけるんじゃないかと思います。じゃあ早速駆け足で始めます。最初のところを見ていただきますと分かる通りですね、この人ですね、この私のゼッケンになっているこの人、この人がですねオリンピックを招致するときにですね、福島原発はアンダーコントロールだと英語を間違えてですね、アウトオブコントロールをアンダーコントロールと言っちゃったと、まあ大嘘だったということなんですが、実はその後もそのお手元見ていただけば分かるんですが、嘘がいくつか分かってきている。その嘘の中の最大の問題はですね、実は福島のタンクの 中にある水がですね、トリチウム水ではないということがですね、分かったということなんです。これは非常に重大なことであってですね、まあ、そこを見ていただけば分かりますように、アルプスとかいうですね、東芝が作った、まあ、へんてこな機械を使ってですね、汚染水からさまざまな放射能を取り除いてトリチウムだけを残してタンクに入れてあるとこういうふうに言ってたわけですが、実はそうじゃなかったと。でそこにもちょっと書いておきましたが、8割あそこにある水のですね、8割は基準を超えるさまざまな放射性物質が中に含まれていて、あんなものをですね海に流されちゃうんじゃたまったものではないということがですね、分かったということであります。したがってですね、政府も最初のうちはトリチウム水とか言っていたんですが、そういうふうに言わなくなりました。で具体的にどんなものが入っていたかというと、そこに舌を噛みそうなですね、ストロンチウムなどイットリウムなどですね、ルテニウムなどとかそういったものがいろいろ入っていました。でこの中でですね、最も危ないものを3つ、その3のところに取り上げておきました。1つはトリチウムです。でトリチウムはですね、水素なんですけれど、水素の一種なんですが、水素だからこれは水として存在しているので体の中に入ってもすぐ出ていくから心配ありませんと、こんなこと言ってるわけですが、これとんでもない嘘なんです。皆さんの体の中、そしていろんな生物の体の中には水素というものはたくさんあります。それは何もですね、水だけじゃないんです。皆さんの細胞を構成している原子の一つが水素ですから、この水素とトリチウムがですね、入れ替わる可能性が高いんです。そうするとこれは有機結合トリチウムというものになって、なかなか体の外に出てこない。水だったらですね、10日とか15日ぐらいすると一応出るんですけれど、この有機結合トリチウムになると500日とか600日とか、要するに2年近く経たないと半分にもならないっていうですね、そういうものなんです。そうするとですね、このトリチウムは体の中にとどまってずっと内部被曝をし続ける可能性があります。こんなものを原発のすぐそばの海にですね、ドドッと垂れ流されたんではたまったものではないということですね。それからその下にあるストロンチウム、あるいはヨウ素、このヨウ素というのはですね、131といって半減期が8日間だけのものではないんです。ヨウ素129というのは半減期はなんと1560万年ですよ。つまり永久になくならないということを意味していて、しかもこのヨウ素129も131もそうですが、体の中に一旦入りますとほとんど集中的に甲状腺がんに集まってきます。つまりいくら外に存在している要素の数が少ない、濃度が小さくても、一旦体の中に入るとこの甲状腺に数百倍のレベルで濃縮しちゃうんです。で甲状腺に濃縮すれば当然ながらがんになってしまう、そういうことです。つまりトリチウム水ではなくて危険極まりない汚染水であるということが明らかになった。だからこんなものを海に捨ててもらっては困るというのがですね、3番目ですね。それから4つ目はですね、実は汚染水は意図せずして今までずっと流れてきていた。でそれは地表をですね、雨水が
ダーッと流れていくのもありますし、岸壁から染み出しているのもあったんですけれど、それ以上に言われていないのはですね、ずっと地中深いところをずっと流れていって海の中で湧き出しているというやつがあるんです。この湧水というですね、湧水による放射能線の海洋への拡散、これがですね非常に深刻だということであります。で、したがってですね、ちょっと飛んでいただいて、7番目見ていただきたいんですけれど、今も日本政府もそうですし、現職の人たちもそうですが、いわゆる安全安心安心キャンペーンというのを続けています。しかしながら今申し上げたように、福島原発の近くでは放射能が依然として海へ垂れ流し状態ですから、特に海産物については注意しなきゃいけないということです。安全安心では決してなくて、特にストロンチウム、ストロンチウムっていうのは骨とか歯に溜まってきますから、骨ごと食べる魚については十分に注意をされた方がいいということであります。で、ちょっと戻っていただきまして、5番目ですが、実は政府もこの凍土壁ってね、原発の周りを氷で凍らせて、汚染水を海に出ないようにしますよとこう言っていたんですけれど、これはもう最初から機能しないということが、京都大学の工学部の先生が雑誌にお載せになってですね、分かっていた、機能しないのが分かっているのになぜやったか、この汚染水を、ごめんなさい、凍土壁を作ったのは、鹿島建設というゼネコンですよ。そしてこの鹿島建設というゼネコンは、福島原発をはじめとして、日本国中の原発を作ってきた、原発で金儲けをしてきたゼネコン会社ですね。そのゼネコンが事故を起こして、その後もこの事故の後始末に絡みついて、凍土壁などというですね、インチキ商品を売り出してまた儲けていると、こういうことです。つまり、そもそも福島第一原発の後始末の方針がなってない、間違っているということを意味しています。どこにもちょっと書いておきましたけど、今しきりに新聞等では福島第一原発のデブリを取り出すとか言ってますよね。だけど、うまく取り出したとして、そのデブリどこへ持っていくんですか。どこへ持っていくところもないわけですよ。ないものを取り出してどうなるかというと、また元へ戻すということです。元へ戻すくらいなら最初からするなということであって、今福島第一原発に対してやらなきゃいけない最も重要なことは、これ以上環境に放射能を出さないような仕組みを早く作れということです。柏崎刈羽原発には防潮堤がガッとできてますよね。あれ3000億円ぐらいかかってますよ。だけど福島原発の前には防潮堤なんかありませんから、だからもう一発大きな津波が来たら、あそこにある原発に関係するものは全部海持ってかれちゃいますよ。つまり今の福島第一原発の後始末というのは、テレコンその他の原子力村の企業に儲けさせることはやっても、放射能をこれ以上広げない、汚染させないという肝心なことはやっていないということです。大体およそは私が今申し上げたことです。最後の結論のところを見ていただきますように、もうそろそろ8年も経っていますから、水で冷やすのをやめると、そして放射能を閉じ込めて、あの周辺に人々を変えさせる、帰還させるということもやめて、原発で被害を受けられた方々に対して万全の賠償保障と避難と、そして人生の再建、生活の再建を全力で支援をして差し上げる、これが今やらなければいけないことだと思っています。すいません、早口で申し訳ありませんでした。